どうもー、どうも。世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。花尾西です。はい、1月13日の朝でございます。はい、今日はちゃんと静かに言えた。はい、はい、本当はね、朝今日女性で助っ人の方がいらっしゃって、はい、僕らの、ね、収支を、もうやばいぞとこれは私が手伝いに行かなきゃということで、はいはい、朝オープニング撮っていこうとしたんですけど、ちょっと遅れてるみたいなんでね。けしからん。いやいや、来てくれてんだから、来てくれてんだからそう、はい、はい、まあ待って撮ろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとそれよりも僕らは今ね、1回転でも回すべきなのでね。まあそうね、はい、打ちながら待ちたいと思います。はい、そうしましょう、はい、お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、今日は久しぶりに勝ちます。はい、はい、勝ちます。はい、行ってきます。イエス。はい、どうも。もう始まってんの？始まってますよ。ちょっと長いの。はい、どうも。お昼休憩です。はい、お昼休憩です。もうね、11万ぐらい突っ込んでますね。うん。本当に11万ぐらい突っ込んで、今やっと。マスミさんが当ててくれて、うん、でマスミさんがたくさん当ててくれて、そう、やたら当ててくれてるね。そう、うん、そこから17年ぐらい引っ張ってましたね。うん、16年かな。16年か、うん、はい、今マイナス多分5万6万ぐらいなんで、ぐらいかな。もう、うん、そうか、そんぐらいか、そんぐらいか、はい、頑張っていきましょう。こっからだな、うんうん、ありがとうございます。あ、よかったです、はい、本当にありがとうございます、はい。飲んだよ飲んだよ。あと何かありますか？お腹すいた。お腹すいた、はい、お腹すいたね、うん、今日カツだからね。カツに、はい、どうしようか、うん、はい、じゃあご飯食べてきます。どうも。はい、今日の結果発表していきます。ます。やっとできます。できます。はい、やっとできます。やっと、そうっすよ、できますよ。何ができるの？いや、プラスの収支の報告ですよ。ああ、ですね。ねえ。ですね。はい。まあ、途中までクソビビってたけどな。いや、ほんとね。今日、まあ、3人で打ってったんですよね。うん。朝から。はい。そう。で、まあ、11万ぐらい、北斗無双打ってて、うん、ぶっ込んでいったんですよ。うん。もう完全に今日もまた負けやんと思ってね。うん。ちなみに11万って、投資加算だね。うん、まあ、いきなりだってね、うん、5回か6回ぐらい連続で単発を引きましたもんね。引いた、うん、そのうちの1回は、ST に入ったんですけど、うん、ST もスルーしたんでもうね、うん、もうドストレートだった一直線だったね。なんやこの台はと思いましたね、本当ね。あれだって継続 80% でしょ確か。え、もっとあるでしょ。え、80% だよ。あ、80% ですか。うん、まあ、80点いくつかもしれないけど、まあ、そんぐらいです。へー、うん、うん、いやーね、え、正直北斗武装面白いですか？僕分からない、北斗武装の面白さ。なんであんなに売れてるのか、なんですかね。まあ、面白いと思うよ、僕は。嘘つけ。さっきも面白くない言ってたやん。何帰ってきてんだよ。なんつんだろうね、あれね。まあやっぱ出るからでしょ。演出がどうのこうのっていうよりかはさ、やっぱ速いじゃん、スピード、出るスピードが、うん、ポンポンポンっていくじゃん、当たるときは、うんうん、あの感じじゃないの、スピーディーさ、うん、画廊もそうだったし。そうか、うん、やっぱりね、こう当たったっていう話をしたくなるのはね、刑事ですよ。あ、僕はね、うん、うん、そう、
まあでも一撃当選チャンスで今日当たったとか話したくなるのかな。まあなるんじゃないの、やっぱりね、長くやってるやさ、うん、一撃当選チャンス、何もチャンスアップなく当たったとか、うん、逆にね、キリンカットインで来て当たったとか、激烈やつのなんだボタン押しが来たとか、うん、そしたら話したくなる、なるってなるか、なるんだね、結果なるんだな、なりましたね、うん、はい、面白い大ということで、うん、俺はあの一撃性好きだけどね、ああ、そうか、ドーンって出る感じが、すっごいやっぱ荒いっすね。はい、だって本当に今5回か6回単発連続で、うん、その後一気にまくりましたもんね。まくった、うん、驚くほどまくったんだ、うん、一緒に聞いた女性がね、ますみちゃんが、うん、当てて、うん、結構西村さんが一回も当ててないですもんね、うん、俺自力で今日初当たり引いてない。何回ぐらい回して計2500ぐらい申し出るんですか、じゃあ通常時そんなにはないか。いや、でも確認長かったから、はい、そんなないと思うんだよね。1000ちょっとじゃないの、はい、で、途中で編集行ってるからさ、はいはいはい、うん、1000も行ってないんだよ、うん、ちょっと、あの通常時の打ち方だけ完璧に教えて、あの、うん、ちょっと確認中になったらちょっと申し訳ないけど変わってくれって言って一番楽しいんだけどねまあちょっとね、ちょっと今はカチンコのある旅をしてるので、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、うん、友達もね、すぐパパッと覚えられるもんじゃねえし。いや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 、そりゃそうでしょ。まだ、打って3回目ぐらいの女性にね、ここ右側、検討したら5回で、検討したら6回でって言ったって、できるわけないですから。間違いない。これ、いったまこぼしたら、これ、どんどん期待値下がるか知ってるんですって。相当正確ですね。うん、まあ、僕は初日にね、西野さんに秀で打ちの仕方を教えましたけど、うん、こいつはスパルタだったけどね。いや、女性にはちょっとそれはできないんだね、僕はね。男尊女卑。いやいや、逆バージョン。まあそんな感じだったんですけど、まあそれプラス今日はね、エヴァのね右打ちランプを拾ったわけです、私がね。いいね。私結構拾ってますよ。拾ってるな。もう本当にね。まあ動画も撮んなきゃいけないんですけど、もう本当にこれは暑いっていうのは撮る。で、まあこれはもう暑くないけど長くなるなって言ったらもうすぐ見に行くって僕は、うん、右ジャンプを、うん、で見つけちゃったわけですね。はい、あの画面いっぱいに右打ちってなってる、ね、うん、あーっつって、あれな、撮られで打ってる人いるんすよ、うん、だってさ、結構ゼーレのさ演出がすごいうるせえのが来て右打ちってなるのに、うん、気づかないもんなんですかね、うん、あれは。いや、気づかないでしょ、知らないんだってそもそも、うん、なるほどね、うんうん、その演出があることすら知らないでしょ、うんうん、多分、うん、そうか、だってね、もう打ってない台が当たるなんて思わないですもんね、うん、だからもう完全にアンテナがないから、うん、分かんない、うん、こうなってるわけですね、自分の台に。そうそう、当たら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 ってなってるわけだ、目の前にね、うん、僕なんか打ちながらも360度集中してますけどね自分の台もそうし、周りの台もいつあのね、右打ちナップがある機種だったら、うん、うん、そうね、うん、まあね、本当にリスクゼロだ、まあ、リスク、まあ、2、3個か球何個かぐらいなので、うん、まあ、それで当たって4連して、うん、弾もまあ4500発ぐらい、ね、できてね、うん、まあちょっと打ったんでね、はい、うん、だいぶそれで上乗せもできたというわけですよ。いい立ち回りでしたね。いや本当にね、人事尽くしてます、うん、いやね、もうありがたいことに女性が応援してくれてるし、うん、北斗武装に至ってもまあ3台でもまあ20ぐらいかな、20ちょいぐらいぐらいの台を打ててるし、うん、右打ちランプも狙いに行って拾えたるし、しと拾えてるしと、そういうことやってますよ、本当に。やってるよ。あ、やってますよ。やって、まあそれでもない、やってる、まあ11万投資してからのまくりで、うん、プラス2万ちょいぐらいまで持ってこれましたからね、うん、素晴らしいよ、よくプラスになったよ、本当にね本当にマジでビビったもんな、
無双じゃなければなかったのかもな、これだけのマクリンは、もしかしたら。まあでもね、無双、まあ、ボーダーとか 16.7、うん、でしょ、じゃないですか、うん、エヴァもあのね、16.7 ぐらいまで下げれます。うん、本当にひねりして止め打ちして、うん、交代ラッシュ中も、弱強で多くぶち込んでっていうのをやったりとか、うん、通常に右打ったりとかしたら、うん、だからやっぱりね、どう考えてもね、エヴァの方がいいだ、うん、うん、エヴァむちゃくちゃ使えると思うよ、うん、ただひねり7割でさ、そのラウンド獲得出玉で、はい、期待値ボードは計算するとさ、大体15だったっけな、ぐらいまで下がっちゃうんだよ、うん、そこまで、うん、まあ、絶対7割以上決めるって条件だけど、ね、厳しいけど、うん、まあ、可能なわけだよね、うん、まあ、今でも売ってる店がアタッカー超削ってるけど7割ぐらいは決まってますよね、多分ね、うん、決まる、うん、めちゃくちゃ甘いよ、だからあんた、まあ、技術したいから、うん、なんか北斗武装の批判ばっかりしてるような感じになっちゃうんですけど、なんでプロの方は北斗武装あんな打つんだろう。ひねりもできないじゃん、だって、うん、あ、まあ、やってる人いるけど、うん、見たことあるけど、うん、やるまでじゃないなっていうふうに僕は思っちゃうんですよね、うん、はい、まあやっぱ連鎖募集増えたらって話なんじゃないの。あ、なるほどね、増えたらね、うん、1回転につきだって 0.5 から1玉増えるでしょ、通常は。そんなに増えますかってよく書いてあるけどね、あ、雑誌でも何ですか、まあ 0.5 増えるんだったら120回転、うん、で60玉、はい、毎回増えるんだ、はい、走れば全部ね、うん、毎回30増えたとしたら確かにね、うん、エヴァでね、ひねり、まあ、3回4回決めるぐらいになるわけだから、うん、はいはいはい、まあうまいわな。そっか、ボーダーだから平気で15とか14も下がっちゃうから、うん、計算もしたことない。なるほどね、まあそれはうまい、うん、まあ、今日行ったお店はね、ちょっとポケットが調整が悪くて、まあ、僕は増やせないなと思ってたんでね、まあ、リスニングもしたけど、うん、はい、そうか、増えるんだから大丈夫、死ぬほど食えるみたいになるわけですね、うん、なるほど、そこには今見て、はい、まあまあ、はい。なんだよ、はい、まあね、うん、台によっていろいろ特徴があるわけですよね、はいはいはい、まあ、ということで明日はエヴァをおそらく狙っていくと思いますので。そうな、はい、君はあれでしょ、途中からカレー食いに行くでしょ、大事だった、女の子と大ちゃんと大ちゃんと、はい、いいね、うん、もう帰ってこないかもしれない、帰るためにってそう、だからもうね、帰ってこないって言って、じゃあどこに行くのかなと思ったらさ、急にね、言わなくていい、そしたらそれはもうそれ以上のことにやめてください全部話したいんだよ、ですよ、はい、大ちゃんいいですか、やめてください大ちゃんお会いしたことないですけど、安心して来てくださいね、来てください、はい、僕の胸に安心して来てください、大ちゃん、はい、怖い怖いはい、はい、ということで、うん、夜も遅いのでここら辺で失礼します、はい、失礼します、はい、じゃあまた、バイバイ、バイバイ。